NGC7635 はカシオペア座に位置する三光星雲である。この星雲は M52 の近くに位置して見える。この星雲は1787年にウィリアム・ハーシェルによって発見された。方状に見える部分は中心の8.71等級の若く高温な大質量な構成 SAO2575 からの構成風によって 作られている。なお、SAO2575 は、10から40太陽質量だと推測されている。この星雲は巨大な分子雲の近くにあり、星雲自体は、厚い中心性によって膨張している。8から10インチの望遠鏡では、星の周囲の大きいシェルは、非常にぼんやりと見える。星雲の西に位置する七等星が感冒の邪魔になるが、 空し目を用いれば、星雲を見ることができる。16から18インチの望遠鏡では、かすかな星雲が不規則で、南北方向に伸びていることがわかる。ワイドフィールドイメージオブ NGC7635&M52 アズ、キャプチャードバイアンアマチュアテレスコープ、ハット ABCD、シンバッド、アストロノミカルデータベース。 リザルツ 4NGC76352012 年5月2日閲覧沼沢茂美脇屋七代星座の時点夏目社2007年 ISBN978 から4から 816343643ABNGCIC プロジェクトデータベース2008年12月15日閲覧 ABCDE ケプルジョージ・ロバート・サナー グレン・ W ザ・ナイト・スカイ・オブザーバー、エス・ガイド、1、ウィルマン・ベル・インク、ピアニッシモ、100809、10 ISBN0 から94万3396から58から1、AB ・ハッブル・サイト、2 0 0アン・エキスパンディング・バブル・イン・スペース、ダイアミター。オブ・ロック・ライト・イヤーズ、ディスタンス・オブ・7100・ライト・イヤーズ。AB、アポッド、アストロノミー・ピクチャー・オブ・ザ・デー、ザ・バブル。 NASA,http://antwrp.gsfc.nasa.gov/.apod/.ap040716.html, hatab, apod, oktober182006 アストロノミーピクチャーオブザデー、NGC7635 ザバブル、NASA h t t p a n t w r p g s f c n a s a g o v a p o d a p 0 6 1 0 1 8 h t m l a ット a b c アポッドアストロノミーピクチャーオブザベー n g c 7 6 3 5ザバブルネビュラ n a s a http://antwrp.gsfc.nasha.gov/apod/ap051107.htmlhat, シンバッドアストロノミカルデータベース。results4bd plus 62,5222012年5月2日、閲覧。ありがとうございます。